二十八熊二十八熊大正2年4月19日は日本の獣医学者。東北地方の産鉢に蔓延した馬の化成秘素の原因究明及び治療法の確立と予防、羊の腸結節の原因である寄生虫の発見や結清の創設、牛液の国内流入を防ぐため挑戦における牛液調査に功績がある。その多皮虫病、結核、 ダニを研究し、各種予防液結成、診断薬の製造、原因不明の伝染病の研究指導を行い、日本中医学の祖とされる。ス国ーコクツ戸田村出身。1859年自重音、二郎の長男として生まれる。1871年17歳の時に、小学校院養成所を卒業後、宮市小学、 末武北村立花岡小学校の教員となるが、辞職し上京。1880年駒場農学校に入学し、1885年駒場農学校獣医学科を主席で卒業。同校の助教授、後に教授となる。1898年から1902年まで、約3年間ドイツに留学し細菌学者、ロベルト・コッホなどに免疫結成法を学ぶ。 1904年の商務省従益研究室主任を、兼任、1907年頃から、朝鮮の牛益を調査。1913年死去。ありがとうございます。